キチャンネル。こちょ。さあ、明日から始まります。クライマックスシリーズ、セパ、ファイナルステージ。はい。というところで、今回ね、パリーグはオリックス対ロッテ、京セラドームね。で、ヤクルトは、ヤクルト対巨人、ね、神宮。今日、雨ですけども、東京は。でもなんか午後からね、やむみたいなんで、試合はね、多分、明日。あ、今日、やむだけで、今日まだ試合ないです。勘違い。明日です。明日から、天気はね、良さそうです。寒さがね、心配ですけども。さあ、ということでね、お送りしていきましょう。さあ、だけチェック。ね、ファーストステージの前夜に出したシリーズの予想、ね、大体当たってましてね。今回もね、対戦成績などを、調べてですね、そこをしっかり切り抜いて、試合前にチェックしていきましょう。ということで、パリーグから行きましょう。パリーグ、オリックス対ロッテ。まあ、ロッテはね、ファーストステージ、1勝1分けで、ファイナルに進出したわけですけども、まあ、先発はね、石川。だここをね、3試合目使わなかったことによって、大きなね、アドバンテージが、まあね、ロッテの中ではできたっていうね。ちょっとね、4枚目以降が薄いっていう中でね、この2試合で終えたっていうのは非常に大きな、要素だったと思います。で、オリックスはね、山本。もうこれね、正直ね、水曜日、明日、初戦次第です。ロッテが山本に勝てば、ロッテが4勝2敗で進出。オリックスが、山本が勝ったら、もう4勝逆に2敗で、オリックス。っていうようなね、状況になるんじゃないでしょうか。さあ、ということでね、お送りしましょう。オリックス、ロッテの場合ね、対オリックス。はい。ロッテから見ていくとですね、対オリックス。まあ、ここはね、もう一番荻野。荻野がね、対戦成績、打率3割6厘。で、ツーベースが自身パリーグ相手に最多10個。で、しかも対左打率3割3分8厘と、まあ、オリックスはね、宮城、田島、山崎幸也、こういったところはね、先発で出てくることを考えれば、この対左の打率っていうのはね、非常に、高いんじゃないですかね。こういったところでやっぱ荻野の出塁。まあ、ここもね、重要になってくる。で、続いて、多分2番に来るマーティン。対オリックス、打率2割3分3厘、ちょっと低い。しかし、OPS は、856と、2番目に、本人の中ではパリーグ相手2番目に高い。しかも、得点圏、3割9分1厘と、得点圏に無類の強さ。しかし、対左に対して、2割1分7厘と、今年、ちょっと打ててないっていうところで、あとやっぱりね、この、骨折してる部分で、ちょっとこう、かかと重心で振りに行ってるんで、まあ、この前みたいにね、酒井から打ったホームランみたいに、インコースは強く振れるんだけど、踏み込んでいくっていうのがちょっと難しいと思うんだよね。そこアウトコースの対応、力強さっていうのはね、どうなるのか。そこがね、ウィークポイントになるのかどうかっていうところが勝負だけど、ちょっとね、このオリックス相手の対戦成績が低いけど、まあ、OPS は高いし、得点圏も高いっていうところでね、長打一発っていうところは非常に期待できるんじゃないでしょうか。で、続いて様、中村、ね、対オリックス、打率、2割3分3厘と、パリーグ相手に最低打率です。しかし、得点圏は3割1分6厘と、正直、得点圏ではしっかり打ってる。で、対左が2割6分4厘と、まあまあ、まあまあ、まあまあかな。でも、打率の歌はちょっと下げてるっていう感じはあるけども、ちょっと対オリックスに対してね、ちょっと相性が悪いっていうところで、まあ、得点圏ね、ロッテ、荻野、マーティンがチャンスを作って、中村っていうね、得点圏ではちょっと期待できるんじゃないでしょうかね。4番レアード、ね、対オリックス、2割8分9厘。しかし、三振が23とパリーグ相手に最多。でも、OPS は846とパリーグの中2番目に高い。得点圏でも2割3分5厘とちょっと低い。で、対左3割1分と結構打ってるっていうことを考えればね、オリックスの先発とは相性いいのかなって。だからまあ、レアードはもう一発だね。寿司握るかどうかだね。こう、ヒット連発猛打賞っていうのはちょっとね、望み薄いのかなっていうね、成績から見るとね。で、得点圏ちょっと打ててないんでね。で、三振多いっていうところが心配だけども、一発勝だっていうところはね、非常に期待できるような気がします。で、ロッテの隠し玉、この二人を推薦したいと思います。角中、対オリックスに対して2割7分5厘。しかも出塁率が4割4分2厘と非常に高い。この出塁率は鍵になってくるんじゃないのかなと。で、もう一人が、岡。対オリックス3割4分5厘。で、OPS、これチーム最高です。チーム最高の 1.027 と、対オリックスに対して。で、得点圏打率3割3分3厘。で、対左に対して2割5分というところで、この角中岡。この二人が結構いいキーマンにロッテはね、なるんじゃないのかと。日本人の中で。でも、結局はレアード・マーティン。効果が打たないとロッテは勝てないんで。そういったところではね、レアード・マーティンの活躍っていうのがもう必須。で、これ、ね、角中岡っていうところがね、非常にキーマンになるんで、チェックしておいてください、皆さん。ね。だからまあ全体的に、結構相性は良さそうだね。打線的にはね。そういった、まあ、この、
通常打率高いけど得点圏低いとかね、そういうバランスあるけど、何かには必ず特化してるんで、全体的に低いっていうのはないんで、そういった面では対オリックスに対してロッテ打線の主力どころっていうのは非常に期待できるんじゃないでしょうか。で、投手ね、第1戦先発予想石川っていうところでね、対オリックス防御率 3.86、 被打率が2割5分、ちょっと高いね。気になるね、ここがどうなっていくのかね、非常にちょっと心配。対山本ってなった時にこれがどうハマるのかどうかっていうのがね、ちょっと心配でね。で、2戦目は木曜日、俺はね、河村だと思うんだよね。で、河村は対オリックスに対して、まあ防御率 4.50 なんだけど、これリリーフのみの投球で、先発はオリックスに対してまだ1回もね、対戦してないっていうところで、まあでも終盤に向けてね、いい感じでシーズンを終えたので、まあここね、2戦目は河村で来るんじゃないのかなと、佐々木は予想してます。で、3戦目が、岩下だと予想します。対オリックス対戦防御率がね 2.45 で、3回先発してクオリティスタートも3回して、で、被打率は、チーム最小の 1.36 と、非常にパリーグの中で一番打たれてないオリックスに対してね、そういった意味では3戦目が岩下で、土曜日中6日で佐々木朗希で小島で、中4日で石川っていうところがね、佐々木的には予想されます。ちょっと三馬とかがね、対オリックス 3.41 防御率で、5先発して2勝2敗で、被打率2割7分4厘と非常に高いっていうことを考えると、石川、河村、岩下、水木期で、土曜日佐々木、日曜日小島で、月曜日石川、このローテーションじゃないのかなと佐々木は思います。でちょっと投手陣がね、どこまで踏ん張れるかがね、勝負かなっていうね、ところはあります。さあ、続いてオリックス。オリックスは何と言っても杉本、対ロッテ打率4割3分、もう2回に1回ほぼヒットで、ホームランが13本、本人32本中13本、ほぼ 40% ロッテから打ってます。で、打点、パリーグ最多の23打点で、三振がパリーグ相手に一番少ない、13個で、四球が7個と少ないのパリーグの中で、だからもろに勝負しに行ってロッテはもろに打たれてるっていうね。で、 OPS 脅威の 1.409、 もう杉本天敵です。逆に杉本からしたらロッテはカモです。で、でもね、結局、オリックスは1、2番が鍵だと思うんだよね。これやっぱ福田宗っていうところの連動ができると勝ちに結びつくけど、ここが出ないとやっぱ勝ちに結びつかない。なかなか劣勢になっていく。ロースコアの展開になっていくっていうところが多いんで、やっぱ福田宗、この2人の活躍次第っていうところはね、非常にオリックスのキーポイントプレイヤー2人だと思いますけども、福田がね、ロッテ戦、パリーグの中では2番目に高い打率、2割7分3厘。で、宗が、1割8分8厘。パリーグの中で最低です。で、出塁率も2割3分3厘と最低。ちょっと宗がね、小島から同点ツーラン打ったけども、全体的に、対ロッテ戦、宗、相性悪い。心配。ここは。で、吉田。まあ、ひょっとしたら出てくるんじゃないのかっていうね、情報もありますけど、吉田は対オリックス3割4分3厘、得点圏3割6分4厘と、まあもうどのチームでも高いんだけども、非常に高相性のね、成績残してますし、で、T 岡田、ね、打率2割3分4厘、ちょっと低め。でも、ホームランがパリーグ相手最多の5本打ってるんで、一発っていうね、9月30日、増田から打った逆転スリーラン。聞いたね、あれは。だからここぞの一発、長打っていうところが T 岡田ね、ロッテ戦持ってる。でね、ロッテ、何気に、気をつけなきゃいけない。逆にオリックス。二人のキーポイントプレイヤー。ね。まあもちろん、福田宗だけど、この福江のキーポイントプレイヤーはね、一人こちら。若月。OPS、812と、二番目に高いパリーグ相手。だから全体的な数字は低いんだけども、こう一発長打とか、出塁率とか、そういったところを目に考えるとね、OPS 高い。だから若月中、出てきたら。で、あと、足立。2割7分、得点圏3割と。非常にロッテに対して、チャンスでも、チャンスじゃなくても、いい感じのバッティングできてるんで。で、足立もね、フル出場宣言っていうのをしてたんでね、全試合出てくるっていうことを考えれば、ちょっと足立、若月のこの二人が福江ね、ちょっと気をつけた方がいいキーマンになるっていうね、佐々木予想したいと思います。で、投手陣、ピッチャー、ね、先発、山本。なんと山本が対ロッテ戦防御率 3.46。2先発して1勝1敗。成績が悪い。でも皆さん、心配いりません。ね。今年、山本がロッテ戦投げたのが4月8日。で、ここは勝ってます。で、5月19日。で、これこう負けてます。で、その後、15連勝です。だからこの5月19日、ロッテに負けてから15連勝です。5月19日。そっから15連勝。その間、山本対ロッテ戦、1回も投げてません。ここがね、ロッテが2位に
躍進できた要因でも俺はあると思う。正直。まあもちろんね、その15連勝中ロッテと対戦した山本が負けてたかもわかんないけども、ロッテに当たらなかったから15連勝なのか、ロッテに当たらなかったからロッテは2位になれたのか、ここはね、ちょっと矛盾対決でちょっとよくわかんないんだけども、山本はロッテにね、15連勝中1回も投げてないっていうところで、多分この数字はね、ちょっと参考なんだ。まあそこがね、どういう展開になるのか。まあさっきも言いましたけどね、山本が勝てばもう4勝1敗くらいで、オリックスがね、勝ち越すんじゃないかと思います。2戦目先発、田島予想されてます。防御率 2.37。これ、オリックス投手陣の考えるとね、非常にいい成績。しかも対パリーグ相手にロッテに対してが一番いい。7先発のうちクオリティスタート6回。で、3勝1敗。で、三振は48個の最多。で、被打率が、1割9分4厘と非常に抑えてる。で、2戦目先発。こういったところを踏まえてね、多分2戦目に田島を持ってきたんじゃないのかなと。で、宮城ね、今年よく頑張った。宮城が、対ロッテ、防御率が 4.88 と、パリーグ相手の中で最低です。で、5先発して1勝1敗。で、被打率2割9分6厘。クオリティスタート率 40%。で、吉球12。で、デッドボールが2個。これはもうね、パリーグ最多です。登板数多いのもあるけども、ちょっとロッテ戦、かなり相性悪い。打ち込まれてフォアボールも多いっていうところでね、制球もできてない。ちょっと不安要素ある。ね、ここはちょっと心配だね。オリックスからこそと。で、その後が多分山崎幸也かな。防御率対ロッテ 5.68。これもパリーグ最低です。で、4先発して2勝2敗。被打率が3割3厘。で、その後、どうだろう、山崎総一郎は、対防御率 2.31。2先発1勝0敗。被打率1割7分5厘とね、非常にロッテに対しては相性いいけども、ちょっとね、オリックスも、この山本立ち回はいいけど、その後がちょっと心配だね。ピッチャーの対ロッテ戦、対戦成績見てるとね。で、そう考えるとよ、この試合の展開は、もうね、打ち合いだね。打てるかどうかが勝負だと思う。こう、打てれば勝ち。打てなきゃ負け。こうになってくると、ロッテはもう、レアード・マーティン。ここがもうキープイットプレイヤー。で、オリックスは、福田宗。この二人。もう、この二人が出塁するかしないか。これによって、多分大きく変わる。なんて言っても、今年5月14日から、福田宗が1、2番に座ってから、驚異の交流戦優勝とか、一気にチームが上がってきたんで、もう1年間、多くの人はね、杉本とか、吉田って、言うかもわかんないけど、オリックスをね、支えてんのはね、福田宗なのよ。この二人が出塁するかどうか。で、出塁して、まあ、吉田が出たら吉田。ね、出なかったら杉本。ここにね、チャンスメイクできるか。で、そこで杉本が打てるか。ロッテは杉本と勝負するのか。ここもね、問題だよ。もう、無駄に勝負すると、楽天みたいにホームラン打たれて、ロッテが勝っていくっていうね、人の振り見て我が振り直すじゃないけど、勝負どころではもうね、敬遠。もうね、フォアボール。もう低めばっかり投げて歩かして OK。こういう配球もね、絶対必要になってくる。でも、福田、宗、オリックスは。で、福平の下位打線のこの足立、そして藤見若月。このね、キャッチャーと足立、ここが連動して、で、紅林っていうところのね、この3人が連動して上に回して、そこの1、2番がジョイントになってクリーンナップっていうのが来たらもう大量得点なのよ。だからそう考えても、まあもちろんね、下位のね、この足立、で、紅林、で、若月、伏見のこのキャッチャー陣っていうのも大事だけども、それを生かすも殺すも、1、2番の福田宗だし、クリーンアップ生かすも殺すも福田宗。このね、2人の活躍が一番チェックポイントです。逆に、ロッテはね、ファーストステージ一発構成あったように、もうレアード・マーディ、ここがね、ホームラン打てるかどうか、ここがね、本当に大事になってきます。この、ロッテの優位性が勝つのか、オリックスの優位性が勝つのか、その一番の重要ポイントは、なんて言っても水曜日の初戦、ね、山本、石川。これで、ロッテが山本に勝てるかどうか勝負。で、山本がすんなり勝てばすんていく。この水曜日の一戦がね、勝敗。このね、ファイナルステージの勝敗。大きく勝負しますから、初戦から注目です。以上、パリーグでした。さあ、続いて、セリーグのデータから見ていきましょう。巨人、ね、対ヤクルト。ね、坂本、打率が2割7分2厘。しかし、安打数25、ホームラン5本、打点13。これはセリーグの中で対ヤクルトが最多です。で、丸、対ヤクルト、3割6分8厘。もう、一番、打率いいです。で、安打28、ホームラン7本、打点17。これもセリーグの中で3部門最多です。で、しかも OPS、1.266。で、得点圏打率3割8分9厘と、もう無双状態。で、何気に、一番、注意しなきゃいけないのが、キーポイントプレイヤー。今回ジャイアンツ、中地。
中島が対ヤクルト、打率3割7分で、ヒットが10本で最多で、打点7も本人の中では対ヤクルトが最多で、 OPS、926とで、得点圏である3割3分3厘、何気にね、中地が俺はね、ヤクルトのキーポイントプレイヤーになるよ。ここがね、うまく連動していけばね、やばいことになる、ジャイアンツは。で、松原ね、1番核弾頭ね、対ヤクルト2割4分7厘、ここはね、セリーグの中で最低で、出塁率も2割8分8厘、ここも最低、得点圏打率1割5分4厘、ちょっと松原が対ヤクルトに対して相性悪い、ここがね、どうなるのかね。で、ウィーラーファーストステージ大活躍、ウィーラーもヤクルトキーポイントプレイヤー、中地とウィーラーで、対ヤクルト4割8厘で、ヒット29、最多ヒットですで、 OPS 1.074、 もう非常に相性いいで、その中でこう、もしね、岡本がね、対あのヤクルト2割8分3厘、ホームラン最多の10本で、打点も最多の30点上げてんだけども、まあ岡本も出てこないかなっちゃう、厳しいよね。その中で若林ね、阪神戦でもナイスプレー、守備でも貢献、でもヤクルト戦打つかもしれない。なぜかというと、対ヤクルト3割2分5厘で、ヒットは13本とセリーグの中で最多打ってます。ここがね、どうなるのか。で、亀井いいバント決めたよ。でもね、いいバント決めたけどね、対ヤクルトね、0割8分8厘で、ヒット3本、出塁率1割1分4厘とちょっと成績下げているというところで、若林ね、ウィーラー、ここに起用大事だと思う。で、中地、この3人だね。でも全体的に対ヤクルトに対して相性抜群です、打線は。で、投手陣見てみましょう。初戦はね、あの山口投げていくっていうところで、対ヤクルト防御率 3.12、 でも被打率がね、1割8分8厘と2先発して、まあ抑えてる割に点取られてるよね。まあ、ここ一発とか打たれてるんだろうね。で、2戦目、なんと菅野が中4日で来るというところでね、防御率0割3分9厘、4先発して、被安打0割6分8厘、もう完璧に抑えてます。これはもう無双状態。阪神戦のね、ファーストの初戦、波のピッチングが見えるかどうか。で、3戦目、どうかな、メルセデスかな。まあ、高橋祐希もね、2回までしか投げてないんで、いけるっちゃいけるんだけど、もし、まあ、二人ね、紹介しておきますと、メルセデスね、対ヤクルト、防御率 5.14。で、4先発して、被打率2割8分9厘。で、クオリティスタート1回。で、基本リード3本。で、高橋が防御率 4.88。で、5先発して2勝2敗。で、被打率3割。で、基本リード7本。もう、ボコボコ打たれてます。メルセデスと高橋は、対ヤクルトに対して。だ、ちょっと、投手、打線はすごい、期待できる。でも、投手陣心配。これ、打ち合いになったらやばいよ。っていうぐらい、そこの菅野がどう仕留めるかだね。でも全体的に、打つね、この対戦成績から考えると、非常に、この打撃陣はもう、心配ないっていうか、丸もね、もうファーストステージセーフティーも、クリアして、非常にね、いい感じのバッティングできてるんで、まあ、状態は必ず上がってきてる中での、対ヤクルトの対戦成績がいいっていうところ。で、ウィーラーもね、いい感じで乗り込んできて、対ヤクルトの対戦成績。で、坂本中地っていうね、ところ、若林、ここが変がね、いい形で来てるんで、ちょっと打線は、すっごい、ね、期待感、かなり持てるけども、投手陣がちょっと心配。しかも、ホームランバンバン打たれてる。ヤクルトに。山田村上、オスナ、サンタナ、行かれてんのかなっていうところで、ちょっと心配だけどね。まあ、こういった感じだね。続いてヤクルト、ね。ヤクルト、打線もね、やっぱ山田、ね。対巨人、打率2割6分9厘、ホームラン6本、OPS921、得点圏打率3割1分6厘と、いい形のね、成績残してるよね。で、続いて、なんて言っても、いや、村上、ね。対巨人、3割4分8厘、でヒットが31本、ホームラン8本、で、打点25、OPS1.142 はセリーグ相手の中で最多です。ね、最高成績。で、得点圏打率3割7分、非常に高い。これは一発怖いよ。そこで、メルセデス、高橋が行かれてんのかな。で、やっぱり、ヤクルトも一番塩、ね。対巨人、2割8分6厘。で、ヒットが、26本。で、ホームラン3本。で、得点が15、OPS846 と、こちらもセリーグ相手の中では最高成績。で、オスナ、ね。打率2割2分5厘。ちょっとオスナがセリーグの中で巨人一番打ててない。しかし、ホームラン4本、打点17は、セリーグの中では最高成績。で、サンタナ、3割1分。で、ホームラン8本。で、ヒット22本。打点19。こちらもセリーグ相手の中では最高成績。対巨人が。で、OPS1.100。こっちも打つわ。もうこれ、乱打戦やな。オスナがね、ヒットは少ないけど、一発打ってんだよね。で、打点も上げてるっていうことを考えたら、もう、
山田、村上、塩見、オスナ、サンタナ、全員が巨人、ほぼカモです。こうどうなるのかね。もう、巨人もすごい打撃成績良かったけど、ヤクルトも対巨人、すごい打撃成績いいんだよ、もうこれ。乱打戦だね。もう、ピッチャー、いや、ちょっとヤクルトのピッチャー見ていこう。ね、どういう感じが。ヤクルトのピッチャー、先発。初戦はね、奥川。ね、対巨人、防御率 2.77、2000発して2勝。被打率、2.39。で、クオリティスタートで 100%。っていうことでね、もういい感じの成績残してるね。で、続いて、2戦目、高橋奎二。多分高橋奎二なんだ、2戦目はね。で、対巨人、4.24。防御率、3戦発、0勝1敗。で、基本塁打、5本。で、被打率、2割1分3厘。で、クオリティスタート率は 33.3%。ちょっと一発打たれてるね。ここちょっと心配だね。で、3戦目、原っていうね、ところで情報入ってますけども、2先発して防御率 1.59 で、被打率2割0分2割9厘ね、非常に抑えてる、このシュートスライダーっていうね、ところが。で、こっからどうだろうね。4戦目は小川かな。小川が対巨人 5.49、 4先発2勝1敗、被打率 被打率3割4厘で、石川対巨人 5.82 防御率、4先発して0勝2敗、基本塁打4本で、被打率2割3分1厘でも11失点してるっていうね。でちょっとサイスニードがね、足の張りってね、ちょっと終盤になったけども、ここがサイスニードがね、帰ってこれるかどうかね、どうなんだろうね。ちょっとそこまでちょっと情報を調べきれてないけども、サイスニードが帰ってこれたらちょっとでかいけどね。そういった、だからもうね、ちょっと投手陣ヤクルトも心配だね、全体的に。だから両チームとも先発心配だね、かなり。だからもう打ち合いだね、乱打戦をどっちが制するか、もしくはピッチャーを抑えきれるか、勝負だね。でもファーストステージの原監督の采配見てても、やっぱりもうね、すぐ系統でいくから、そういった面ではリリーフ非常に大事ってなった時によ、ヤクルトもね、俺リリーフ早いと思うんだよね。そうなった時にスワレスね、田口、石山っていうのを前で控えて、で後ろにね、今野、清水で、そしてマクガフっていうところがいるんで、ヤクルトのね、もう勝負、これはもう、まあね、高津監督も分かってると思うけど、もう早めの継投だね。でどんどんつぎ込んでいって、もう全員で勝つ。もうね、先発怪しかったら信じしない、パッと書いて、もうリリーフっていうところがね、多分勝負ポイントになってくるし、多分巨人もね、そういう感じになってくる中で、まあ巨人はやっぱり中4日で登板する木曜日の菅野、このね、ピッチングにかかってて、まあ菅野が負けたらもうね、ダダダダってね、菅野で負けたらもうね、4勝1敗で、ヤクルト。で、菅野が勝ったら4勝3敗。で、巨人いけるかどうか、ギリギリの最後3勝3敗で月曜日っていうところにね、俺はなるんじゃないのかなというところで感じています。さあ、ということでね、2チーム振り返ってきましたけども、まあパリーグはね、もうパリーグは本当に、水曜日次第、山本石川、この投げ合いでどっちが勝つのか、山本が負ければロッテが行くと、佐々木は予想します。山本が勝てばすんなりね、オリックスが行くと、もうこの、一戦がもう、天王座って言ってもね、過言じゃないでしょう。で、まあ、どちらのね、チームも、ピッチャーがどれだけ、先発がね、だから先発がどれだけ頑張れるか、この、ロッテ対オリックスはね、ここが一番の勝負どころ。先発が頑張れたチームが勝つ。ね、先発次第っていうところをね、予想します。で、セリーグはね、もうこの成績見てたら思うように、もう打ち合いです。どっちが打ち勝つか、これがね、勝負だと思います。そういった面ではね、セパともに面白いね、野球展開になるので、これをね、頭に入れて、皆さんね、明日からのファイナルステージ見ていきましょう。佐々木は、ロッテは、石川が勝てば、4勝2敗でロッテ。山本が勝てば、4勝2敗。もしくは4勝1敗でオリックス。はい。で、巨人対ヤクルト。2戦目の菅野が負ければ、ヤクルトが4勝1敗でヤクルト。2戦目の菅野が勝てば3勝3敗で月曜日決戦、どうなるのかっていうね、ところの展開で予想したいと思います。さあ、皆さんはね、どんな予想ですか。明日からね、盛り上がっていきましょう。寒いですからね、お客さん、特にセリーグはね、あったかい格好して、見に行ってくださいというところでね、佐々木ファイナルステージクライマックスシリーズ前夜大予想展開テンポでした。それでは明日からのファイナルステージ日本シリーズに進むのはどのチームか要チェック。